今回は30分専用タイマーを作っていきます。シンプルにワンボタン、30分を測ることに特化、簡単に作ることを最優先したちょっと無茶な回路です。自分で作るからこそこんなヘンテコタイマーを無茶な構成で作る楽しみが味わえますね。皆さんは買った電子部品どうやって管理してますか？私はコンテナにまとめて入れているのですが、このコンテナが溢れ返ってしまいました。マイコン関連だけでもこれくらい、買っただけで使ったことがないものもちらほら、お気に入りだけど使っていない AVR AT-TINY44A がいくつもあります。14ピンで可愛いという理由でなんとなく買ってしまったのです。今回はこれを使いたいという発想で、以前から構想だけ温めていたタイマーを作ることにしました。回路を考えていきましょう。今回使う AVR AT-TINY44A 波、最大で11ピンの入出力があります。今回のタイマーで実装するインターフェースはボタン1つ、ブザー1つ、10セグメントの LED バーが1つです。合計で11出力、1入力の12個が必要ですね。つまり足りません。どこかで兼用する必要がありますが、今回はボタンとブザーをまとめることにしました。これが回路です。1ピンをうまく切り替えて、ブザーの駆動とボタンの状態取得を兼務します。ピンをプルアップ入力とすると、ブザーには電圧がほぼかからず、ボタンの状態はフロン2で取得。ピンをロー出力にすると、ブザーに電圧がかかります。ボタンとブザーを処理できたので、あとは10セグメントの LED の配線です。10ピンの出力を確保しているので、そのまま接続するだけですが、さらに簡易な構造にしましょう。つまり、電流の制限抵抗を省略します。経験則として、マイコンのピン出力ならば LED を直結しても壊れることはあまりありません。今回はそれに頼ることにします。明るすぎるかもしれないので、そこはソフトウェアで対処です。というわけで全体の回路図はこうなります。ほとんど部品を直結しているだけという非常に簡素な回路にできました。ではこれを基板に配置しましょう。 C 基板で足りる気がするので、そこへ雰囲気で配置した結果こうなりました。電源はボタン電池 CR2032 です。理由はかっこいいからです。駆動時間に不安はありますが試してみます。これをハンダ付けします。特に難所はないのでひたすら結線していくだけです。とはいえサクッと作るには LED バーの配線が多いので地道に進めていきます。ところで皆さんはこういう時配線図って書きますか？私は結構省略しがちで、細かいところは配線しながら考えています。そのせいで資料が残らないので数ヶ月後に困ったりします。配線にはなぜか被膜線を使っていますが、ポリウレタン線で良かったような気がします。組み上がった基板です。正面はとりあえずむき出しの状態です。必要であれば後から 3D プリンタで作りましょう。このままだと背面が怖いので C 基板用のアクリル板をつけます。次にソフトウェアを考えます。 AVR-AT-TINY44A はボードライブラリがあるので Arduino で書いていきます。 AT-TINY Core というボードライブラリをインストールします。 LED は全力点灯だと電流の制御をしていないため明るすぎるので、マイクロ秒単位で点灯消灯を繰り返すことにしました。さらに1秒ごとに点滅することで全体の点灯時間を大幅に削ります。未使用時の消費電力の抑制はスリープ機能を使います。ボタン入力で割り込みが発生して復帰するので、スリープ時には内部のカウントタイマー動作を止めてしまいます。以上をまとめるとこんなコードになりました。概要欄にリンクを貼りますので、じっくり見たい場合はそちらを参照してください。動かしてみましょう。起動はボタン長押しで LED が光れば OK です。そのままカウントが始まります。3分経過時点でブザーが鳴ります。カップラーメンを待っていた人はここまでなので長押しで止めてしまいましょう。30分を計る場合はそのまま動作させ続けます。30分が経つと最後のブザーが鳴って終了です。
今回は部品を使いたいというところから出発し、30分専用タイマーを作りました。自分だけが使うという割り切りで、回路をとても簡単にしてサクッと作れるようにしてみました。こういう雑な工作も楽しいですよね。見てくれてありがとう。今後もいろんな工作をしていきますので、高評価やチャンネル登録で応援してください。感想や質問などコメントも大歓迎です。またね。